ただいま紹介していただきました川戸 TPC の川戸と桐田でございますよろしくお願いします今回このような機会を新川社長にいただきまして人生70年の節目として本当にありがたいことだと思ってます私どもが今日話をさせていただく IoT とか AI とか DX が皆様のどれだけお役に立つかわからないんですけれど 私どもなりに35年間苦しんで頑張ってやってきました形を皆さんのまた形に変えていただければ幸いでございます。 なぜ私が今日この会を受けたかと言いますと私の出身は京都です私は18歳で広島の東洋工業に入らせていただきましたロータリーエンジンが好きで広島に18歳で入ってきて今70歳ですその節目で今日はこの仕事を受けさせていただきました 4年間東洋工業でロータリーエンジンを作らせていただいて14年間大竹市の某鉄工所で営業をさせていただいて平成元年に脱サラをして3人で会社を起こして今年で35年目今でも私どものものづくりは零細企業中小企業のものづくりを海外に負けないような新物ぐりでやってきた会社経営を 私の考える会社経営を皆さんに紹介させていただけることが本当にありがたいことだと思っています。今の製造業の会社経営っていうのは昭和の終わる60年頃は市場がたくさんあったので品質管理と生産管理とコスト管理を頑張れば何も困りませんでした。で、平成31年の間の前半はですね、私たちの零細企業の仕事を 海外で安い人件費でチャレンジするという文化が ありましたので私たちの仕事でどんどん減ってきましたそれが悔しいけれど韓国とか中国にその私たちのビジネスモデルがいとも簡単に昭和の先輩たちがやってきたビジネスモデルが平成の前半で全部出ていったんじゃないかと私は思ってますで平成の20年後半は今度東南アジアに全て私たちのものづくり本当に汗かいてある人件費のものづくりが出ていったような気がしますもう私たちに このまま平成のやり方でやってたら市場がなくなってるっていうのはみんなわかってるんですよ。わかってるんですけど時代だということで思ってしまう。それを私はいやそうじゃないんじゃないか。私たちは何のために今令和5年を生き,て生きてるんかというと昭和の先輩たちがアメリカのようにヨーロッパのように先進国になりたい。日本はまずものづくりから国を作っていくっていうことをやってきたんじゃないかと。 広島も今日私岩国から来させていただいてるんですけど広島市内も岩国市内も経済は私はものづくりで発展した市だと思ってます今日は私たちは製造業の零細企業中小企業を代表してもう一度私たちの 孫とか子供に残せるような恥ずかしくない令和のものづくりをここに参加していただいている人がやっていこうじゃないかそうじゃないと私たちの親がやってきた文化がなくなってしまうということでそれや海外の安い人件費に対して私たちがどうやってものづくりを維持していけ,いけばいいかっていうことを私どもなりに 今日は皆さんにこの10年やってきたことを披露させていただきます多様性といって私の得意なところと得意じゃないところをきちっと分けて企業というのはやればいいんじゃないか 70歳になりましたんで、事業承継も今年の4月で終わりました、70歳で事業承継を桐田、えー、に任せて、ですね今日は私どものものづくりを2人でプレゼンさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします、はいえー、とそれではあの、製造業の働き方改革と、えー、地域活性化の取り組みということで、えー、進めさせていただきます。 今日はちょっとこのような内容で、ちょっと私どもの紹介からさせていただいて、取り組みをご説明させていただければと思います。まずあの会社概要なんですけど、私ども今、山口県の岩国市の久賀町というところにありまして、久賀インターチェンジを降りてすぐのところにあるんですけど、全社員で4月現在で400、今21名います。 で大きく分けで事業部がですねテーマが2つありまして、えー、樹脂加工事業部って呼んでるんですけど集合住宅の配管を工場で組み立てて都市部へ出荷するという事業部がございまして、えー、そこでは男性65名、えー、女性273名ということでここで特徴になるのが8割の女性が活躍していただいている事業部でございます。 それからテクマック事業部というふうに呼んでるんですけど、これは工業高校でやるような NC1000 番という、自動機を使って、ですね水洗科学など、機械加工をやってる事業部でして、男性が46名、女性34名ということで、ここでもやっぱり女性が、比較的この業界で言えば多くて、ですね女性が43%ということで、たくさんの女性の方に活躍していただいている会社でございます。 <laughs> 行政が言ってる女性活躍ということで私どもは意識して女性を入れたっていうことではないんですよ。あの岩国っていう土地柄石油化学コンビナーラートとか製紙、えー、っていう大きな大手さんがいましてですね大手さんは大体私が考えるに50人の男性の職場に女性の一般事務が一人いるっていうところですので工業高校商業高校を卒業して。 野心のある方は岩国から出ていきますし岩国に残りたいっていう人はほとんどの方が大手に行かれるんですよだから私どもが募集してもですね男性が来ないっていうことで樹脂加工事業部って実は配管工なんですよねあのマンションとかホテルの部屋の中の給湯給水の配管を毎日300書体1年で8万所体ぐらいの 製品を、配管工の製品を出している。それをほとんど企画から生産までは女性がやっているということです。で、募集しても女性しか集まらないんですよ。だから、配管工も機械工も女性でできるような仕事の仕組みにしてきたという形です。で、現在は今年も28名新入社員が入ったんですけれど、7割は女性という会社です。 続きました会社所在地なんですけど、本社工場は先ほど申し上げたように、岩国市の久賀町にあるんですけど、ここが本社工場でして、で女子加工事業部とテクマック事業部ということに分かれています。で、岩国市内もですね、女性の働き方改革ということで、出先工場が4工場ございまして、事務所も出先が1箇所あります。これ、ほとんどパートさん中心のために作った工場でして、でその中の1つに、岩国駅前加工センターっていうのがあるんですけど、 駅前の商店街の商業施設の7階にありまして、このガラス張りのところなんですけど、ここに工場を進出させていただきました。これも岩国市の活性化で、人の流れを作ることで、まあ、岩国の駅前でだんだん人がいなくなったところになんとか人を集めていこうという取り組みをさせていただきました。正社員がです、ね、集まらないっていとうことであれば 昔でしたら工業団地に工場を作って30分1時間通勤して来てくださいっていうのが当たり前ですけれどそれでも人が集まらなければ何をするのかと言ったら私どもは1日約8時間働く正社員も午前中の3時間午後3時間午前中午後で5時間働く人も1時間の価値観が男性も女性も一緒だったら 午前中3時間働く人と午後3時間働く人を上手に合わせば6時間働けるよね。でも1日3時間の人に30車とか電車で通勤してくださいよって言ったら来ないんですよ。だから家から5分10分で来れるところだったら働けるっていうことであれば私どもはありがたいことに行政で新未来権威企業という称号をいただいたんであれば 新しいビジネスを考えないといけないんじゃないかっていうことで子供さんが学校の行事で何かあったとか家庭で何かがあったときにすぐ帰れるようなところに生産拠点があれば人は集まるんじゃないかただ商業地域に製造業を持ってくるっていうのは都市計画で言ったら絶対ありえないんですよでも特例っていうのがあるんですよね地域に何の迷惑もかけなくて 最終的には地域の発展に寄与することであれば特例を使わせてビジネスモデルをやらせてほしいとその代わりに2年に1回は監査しますよあ全然結構ですで広島で言ったらですね広島の駅前のデパートの最上階が2フロア5年間空いてたんですよねテナントが入らないそれを有効利用しようということでさせていただくということで岩国市内に5拠点の BCP 対策も含めて製造拠点と管理本部になんかがあった時に行けないから BCP 対策で3分の1の拠点を持っていくようなそういう会社経営をするなぜかって言ったら人が来ないからで今現在400何名の社員に恵まれてるっていう形ですだから来ない来ないって言うんじゃなしに来るためにはどうすればいいかっていうことを考えればまだまだ働きたいっていう人は たくさんいるんじゃないですかそれを高校が紹介してくれないとか、ハローワークが紹介してくれないとか言うんじゃなしに、市場を見ればいいんじゃないですかっていう考え方。それと、樹脂加工事業部とテクマック事業部の仕事って、私たちは、岩国でどんなに頑張って金属の加工をやって、うちが大きくなっても、どっかの会社が潰れるだけなんですよ。それって本当のビジネスモデルですかっていうことになったんですよ。 だから私たちの金属加工の仕事は全部中国とかベトナムと競争させていただく金属加工東京とか大阪に人が集まらない職人さんが集まらないっていう仕事を地方で工業化広報でやりますよというビジネスモデルを待っとっても仕事が来ないから市場の開拓に行ってビジネスモデルはやってる。 だから平成元年に3人から起こした会社が400人までになったという経緯ですはい、えー、今言ったのあの南岩国駅の近くにも、えー、夢タウンさんがあるんですけどその近くにも、えー、同じように南岩国情報処理センターっていうことで事務職もサテライト工場を、えー、作っていますこれはあの会社遠隔なんですけど、えー、先ほどご紹介あったように合併をしまして、えー、平成26年から、えー、川と TPC ということでグラフにありますようにこの35年で、えー、このように 売上従業員ともに右上がりになっているような会社でございますでさっきも言ったように地域で仕事の取り合いをしてたらこんなに順調よく売上が伸びてるということはないと思いますそれまでは広島の三菱重工さんの仕事であったり松田さんの関連会社の仕事であったりいろんな広島の製造業のお手伝いもさせていただいてたんですけれど それをやればやるほどどっかの会社が仕事が少なくなってるっていうのが分かりましたので約10年前に全部やめました違う方向に向けようということでそれが海外に向けさせていただいたんでこういうふうに売り上げが伸びてるっていう形ですただし海外はそんなに簡単ではありませんので今死に物狂いで400人がやって 毎月6億から7億の売り上げですけど、利益率って、ずっと私どもの会社3、3%経営です、そのくらいの利益率しかないビジネスモデルを、全従業員で今やらさせていただいているという形です。で、少し授業内容を説明をさせてください。先ほど、樹脂加工場備、配管の組み立てなんですが、床の下とか壁の内側には、こういうふうに給湯給水の配管が通ってるんですけど。 昔は職人さんが現場で,です、ね、切った貼ったりをしてここでガリガリねじ込んだりしてたんですけど今はですねプレハブ工法といいましてもう工場で組み立てをしてこの配管丸ごとぐるぐるっと丸めて東京とか大阪の集合住宅に送ればあとは職人さんが紐をほどけば工事終了ですよっていう形でこの山口県の岩国市から都市部に出荷をさせていただいている。 で仕事としてはですねこういうふうに愛想めズを弊社の方で描きましてでこれがあの配管を電気で付着しているところでございます。ここちょうちょ結びになっているんですけどここの紐をほどけば配管が完了しますというような製品でございます。大体いいですね弊社で今市場の集合住宅の約4割を山口県山口市から全国へ発送させていただいているということでございます。 えー、こういうふうにですね東京オリンピックの選手団のお手伝いも一部させていただきましたし、えー、広島でいえば一番高い人と広島のところも、えー、弊社のもお手伝いさせていただきました、それから最近、えー、またコロナが明けまして、ホテル事業もたくさんいただいてまして、えー、駅前の,あのいろんなところの再開発もお手伝いをさせていただいているというような形でございます。 でもう一つの事業部、テクマック事業部ですけど、えー、これまた全然雰囲気が違いまして、24時間、えー、365日、このような、えー、NC1000 番という機械がを無人で加工しているような、えー、工場です。一部半友人で、えー、航空機の部品とかですね、半導体部品とか最先端産業と言われるものも、えー、削っております。 で工作機械はです、ね、材料を載せれば、えー、加工をして自動で寸法を測って自動で箱詰めまでを、えー、して、えー、人は、えー、介入は、えー、しません油も水も使わずにです、ね、エアだけで削ってますんで洗浄工程もいらないというような機械です、えー、それから半有、えー、人精密加工ということで、えー、航空機の部品とかを大体いいですね1ミリの千分の5のプラスマイナス5ミクロンぐらいで削ってます 10年頃前までは山口県内のお客さんもたくさんあったんですけどリーマンショック以降はですね県内での仕事の取り合いをもうやめましてですね県外から取ってくる国外から山口県に取ってくるということで今言われました経営方針なんですけど都市部から地方へ仕事を持ってきて地域を活性化すると。 でまあ、どんどんリマショック以降海外に移管されていきます日本のものづくりに歯止めをかけようと山口県で日本の西で歯止めをかけていこうとそれで製造業の衰退に歯止めをかけようとで最近になってやっぱり日本だよねっていうふうに皆さん言われるんですけど結局受け皿がないということでその受け皿になっていこうと衛成のものづくりから私たちの時代の令和のものづくりへと変化させて この今の時代に合ったやり方で,で、私たちの孫の代まで製造業をつなげていこうと、それが私たちの使命じゃないかということで、会社方針とさせていただいていますただあの、私たちの零細企業、中小企業のものづくりが、そんなに孫の代まで継続できるかって言ったら、そこで今、国が言ってる働き方改革が、会社が働き方改革をするんじゃなしに、 社員が働き方改革しないと昭和から平成、平成から令和のものづくりの継続はできないですよ。なぜかって言ったらですね、私、この4月に事業継続、事業承継が終わったと言いましたけど、実は私の身内でも何もないんですよ。私の身内は一切私の仕事に興味を持ってくれませんでした。なぜかって言ったら、私がサラリーマンやってた頃の 私の人生は多分60代の人は分かると思うんですけれど夜の11時12時1時まで仕事をするのは当たり前それでなんとか家族を養っていくっていうものづくりを零細企業中小企業はやってましたで私は家族のためにそれで起業して頑張ってやってきたんですけれど今家族が何を言ってるかってお父さんみたいなあんな経営はできないと結局 家族のためにこれだけ会社を大きくしたのに家族がつないでくれない最低の経営者なんですよ。私だけかと思ってですね、従業員にあなたの息子さん娘さんをうちの会社に入れたいですかって言ったら誰も社長にはついてきましたけれどまだうちの会社に入れさせたいとは思ってない。なのに私たちは勝手に時代に合ったやり方をでかっこいいこと言ってるんですよね。 なぜ家族が私どもの会社に入れたくないかって言ったら魅力がないからですよ。それで私たちは、だったら何のためにやってるかをもっぺん問い直そうよっていうことで、5年前に大手さんと同じように完全週休二日制にしようと。それと、限りなく残業ゼロにしようと。で、従業員のモチベーションを維持するために、後からまた説明するんですけど、全員が会社経営をしていこう。で、 会社に内部留保なんかいらない。従業員の貯金通帳に内部留保があればいいっていうふうな形にして、毎月決算して3%以上の利益があったら、従業員の貯金通帳に全部内部留保して、で、定時で帰っていただいて、土曜日は家族のために精一杯家族サービスをしていただいて、日曜日は自分のためにっていうふうにしてやれば、子供さんが 身内が「お父さんの会社お母さんの会社すごいね」って言っていただいたらそれが事業承継と事業継続になるんじゃないかでいまだにこの56年本気でやってるんですけど従業員の家族もまだうちの会社に入ってませんでかっこいいことを言ってるわけなんですけどそれをやろうと思って今こうして頑張ってるで企業は地域で働きたいっていう人のために企業はあるんだっていうことを。 会社の基本方針としてて今やらさせていただいてだからきれいごとではないんですけどそんなに上手にはいかないでもそれを今継続的にやっているという形ですで次はですね働きやすい環境づくりということで今従業員一丸となって努力していることなんですけど基本的にはもう働く人が選ぶことができる社内制度にしていこうと。 定年も自分で選択していきましょう、だから60歳から65歳までいつ定年するかを決めていただいて、で65歳以降もです、ね、働きたいと思えば、70歳までは働いてきますよという制度になっています。弊社はパートさんとか正社員とかっていうふうに呼ばずにです、ね、1時間の同じ仕事であれば、1時間の価値観は同じにしようと、同一労働、同一人気にしていこうということで、同じ仕事なんです、ね、時期を揃えてあります。 なで女性が多いんですけど子どもの成長とか家庭の事情に合わせて社員になったりパートになったりっていうのは社員さんが言っていただいたら会社がそれに OK しますよということにさせていただいてます。待遇はそのままになってます。それから先のサテライト工場のように30人規模で通勤時間がやっぱり子育ての方とかですね主婦の方にはやっぱり無駄な時間となってしまいますので30人規模の小さい工場を住宅街に立地していこうということにしています。 それから仕事と家庭が両立できる社内制度ということで、まあ、これも今、当たり前になってるんですけど、産休、育休は最大3年となるんですけど、弊社ではあの今、男性の育休っていうのを今年度に入って100%、男性が取るようになってまして、期間はです、ね、2週間の方もおられれば、半年取りたいという方もすべて大丈夫ですよということで取っていただいてます。 で誰でも、えー、希望すれば時間短縮勤務が可能ということで、保育園とかお迎えに行きたいという方も、先ほどの同一賃金、同一労働なんでですね、4時に帰らせてください、えー、3時で終わらせてくださいという方も、えー、たくさんいらっしゃいます、それから1時間単位で、えー、有給も取れますよと、ちょっと運動会行ってきたい、えー、ちょっと子どもさんの参観日に行ってきたいというのも、えー、ありますんで、1時間単位で有給が取得は可能となっています。生生産産管理ががききちっとできてたら今日ののにこれだだけの時間が必要だ ということが1週間から前から分かってたらそれに対する対応は時間単位で取れるっていうで、そういう形にすれば人が働きやすい働き方改革になるっていう単純にそれだけのことですで、私たちは平成の時代に品質管理とコスト管理と生産管理を徹底的にやってきたんじゃないかやってきたんならこれはできますよねだからそれが多様性の人が働ける職場 いいいうふうにつながってくるんじゃか次はですね、経営手法と書いてあるんですけど、うちの、えー、社内体制なんですけど、えー、全社員を社内でだいたい5人から10人、えー、前後のグループに分けさせてもらってます。で、グループごとで、えー、自立型組織って呼んでるんですけども、会社経営をしていこうと、だから中間管理職は、えー、一切置かずに、えー、役員以下、グループリーダーということになってるんですけど、 今年度は55のグループが社内にあります。こういう形で,です、ね、すべてピラミッド型の組織にせずです、ね、フラットな組織体制にしてます。でこれはやっぱり厳しい受注金額の中で,です、ね、管理費をなるべく少なくしていこうということからスタートした組織です。今日お見えになっている会社で、ピラミッド型の組織で10%、15%ビジネスモデルになっている会社がです、ね、私たちのこのビジネスモデルは絶対やらない方がいいと思います。私たちは 全従業員が120%の仕事を定時で終わらす。120%の仕事を2時間残業するんじゃなしに定時で終わるような短時間集中型の仕事をするためには、それで3%しか利益が出ないんですから。こういう組織にしないと継続ができない。だから私どもは海外の価格に勝ててるっていう形なんですよ。すべて数字で管理する。だから経理の人間とか、 安全とか品質の人間も全部一つの組織にして、で、自分たちがどれだけの価値観で数字を改善しているかっていうことを毎月決算しているっていう形です。このグループリーダーを会社の社長というふうに見立てて、人事権と評価権もすべて渡してますんで、私たち役員が評価をしたりとかですね、人事を決めたりということはありません。 その中の55人のグループリーダーの中でも33人が女性でして女性リーダーの割合は60%ということで、まあ、たくさん管理職も、えー、女性に活躍していただいてます寂しいですよ夏のボーナス出したんですけど従業員から会長社長ありがとうございましたということは私たち1週間後に確認したんですけど一人から誰一人としてありがとうございましたって言われなかったんですよなぜかとっ,ったら自分たちで会社経営をしているっていう 会社経営になってるから。で、私たち二人たちに人事権がないんですよ。だから人事権がなかったら私たちに用意書することもないんですよ。下手をすれば、会長いいですね、仕事が少なくなって給料変わってないでしょって言われるぐらいのものです。だから3、3%経営とか今本当に苦しいっていう会社は、こういうふうなことをやって見直してみませんかでも 10%、15%ピラミッド型の組織で会社経営ができている会社は、私はやる必要はないと思っていますこれは組織の一部なんですけど、これがグループリーダーで社長というふうに呼んでます。でやっぱりその社長、あのグループリーダーの中,にもで,す中でもです、ね、えー、順位を見える化してです、ね、成果が出た順に順位がつけられています。 でその一番成果を出したグループリーダーの一番と二番が、えー、もし何かやっぱり揉めることも、えー、グループ間同士のコンセンあのコンセンサスも取らないといけないのでですねそういう時には、えー、この一番目と二番目のグループリーダーがリーダーシップを取ってくださいよということに、えー、してあります目標がちゃんとしてあるんですよグループリーダーの中グループリーダーの中であの人を目標にしておけばあの人と同じ高い給料がもらえるだから一番二番が このののグループの生産管理部の中でで番高いい給料をもらってるっていう人ですだから11番がグループリーダーでも一番安い給料の人だから目標がはっきりしてますので自分がチャレンジできるというそのグループ経営を指す手法なんですけど毎月グループの収支を全て細かく計算してまして毎月決算をしてますだグループごとにいくら利益が出たいくら黒字になった赤字になったっていうのが、えー、全,員全社員見えるか されてありますこの数字ですべて評価をしていくような形になるんですけど数字に公平性がないといけませんさっきの55のグループの中に働き方改革グループというグループを作りまして数字の公平性を常に保っていくようなグループを作って全体この数字を見ながら会社経営をしているという仕組みになっていますで。グループごとにに利益率の変動をを見てて右上がりななっていくような改善を えー、してててまますすこのよよううにに毎月、えー、比較値が出てくるようになっていますだから物を買うのもですね私たち役員の印鑑はほとんどいりません。グループリーダーの決済で,、えー、で自分たちの儲けの中でこのくらいのものを買って効率を上げようというのは自分たちで考えなさい。で自分たちが買ったもののちっと評価は自分たちでしなさい。だから今 電気代がすごく高くなりましたんで電気代を考えてくださいねっていうことなんかほとんど言いません中国電力さんの電気代が高くなったら自分たちの引かれるところの項目が高くなってるのは分かってますからあとは必要のない電気を消すか思い切って LED に変えるかっていうことを全部自分たちで考えさせるだから私たちの役員の印鑑はほとんどいらないようにしてありますそのわり責任を持っていただくでこれをですね 経理の方が大変でしょうって言われるんですけど、経理の人は仕組みの中でこれを入れたら自動的に出るようにしてるだけですよ。だからそこで小細工は一切してませんよ。だからみんなが納得がいくという数字。だから従業員全員が会社経営と自分たちのグループがどういうふうに数字が改善される。自分たちが努力して数字が改善していくかっていうのが全て見える化になってるんですよ。でですね、えー 利益が出れば、先ほど言ったーセン3%経営をしてますんで、3%以上であれば、事業員に還元していくという仕組みがありまして、まあ、細かいルールはあるんですけど、ざっくり4%以上出れば、給料の10%が手当してもらえる、30万円もらっている人は4、4%以上の利益を出せば、毎月3万円の手当がもらえるというような仕組みになってますそれを自分の貯金通帳に内部留保しておいてください。 だから会社は内部療法しませんんよよってもう言ってても言あるんですよだから会社が赤字になったら従業員全員の給料が黒字になる分だけ従業員の給料が下がる一番高い社員の給料から下がっていくっていう形になるで他にもですね、えー、報奨金制度っていうのがございましてそうやってもええー 右上がりに努力をしている、えー、グループなかなか結果は出ないけどもうあるんですけど、まあ、それも評価していこうということで報奨金制度ということで昔は社長報奨金ということで、えー、飲み代ということで渡したんです今ちょっとその名前がよくないんで変えまして報奨金ということで、えー、グループにグループリーダーに1人5,000円の、えー、経費が使える権利が与えられるとこれで権利を使って従員で女子会とかですね、えー、従業員のコミュニケーションを深めるための会をグループリーダーが開催して社長なんで会社 の経費を使っていこううという仕組みになっていますこれはパートさんも社員も役職も関係なく1人5,000円を使いなさいそのグループが80%参加してそのグループのコミュニケーションがちゃんとできて仕事の話もして数字が右上がりになるような形で使ってくださいっていうふうにそうしたらリーダーの方がお金の持ち出しをしなくてもいいということでこういうふうな制度に させていただいてますだから、全員が経営者感覚になってくるという形ですもう一つ、人事評価制度なんですけど、こういうふうにすべての従業員がランクが見える化してまして、これもグループリーダー全員に共有化されてます、自分がどの位置にあって、何をすれば給料が上がっていくのか、ランクが上がっているのかを分かるようにしてます、2つの評価軸がありまして、1つは経験年数とかですね、スキルに応じてランクが決まります。 昔でいう年功序列みたいな形に少しはなってるんですけどやっぱり長くいれば経験も上がっていくスキルも上がっていくんでランクが上がっていくもう一つはですねもう一つの軸が成果に応じて役職ランクが決まっていきます「能率級」っていうふうに呼んでるんですけどこの2つの軸で給料が決まっていくっていうことになってましてこれも全従業員が自分がどの位置にあって他の人が どのの位置にあるるかっていうのも見える化されてありますグループはですね基本的に10人以上にさせないで10人以上にグループが成長していったらサブリーダーというのを置いてそのグループを分裂させなさい私どもの会社今400人ですけど1000人になってもこの仕組みでやってきたりすれば経営者はいなくても会社は運営できるということなんですよなぜかというと私たちは 品質管理と生産管理とコスト管理を今まで平成で嫌っていう方でやってきたであとは従業員全員が経営感覚持つということであればグループが増えるのは何の会社に問題でもないっていう風な形にしてだいたい高校を卒業して早い人で6年から8年でグループリーダーだから年功序列のところの給料は年功序列ですけどグループリーダーになったら社長手当がつくっていう考え方です。 で、社長手当も、社長になって1年の人と、社長になって10年の人は、ちゃんとそこで格差ができますよ。能力によってっていう風な。で、疲れたっていう人は、グループリーダーから外れていただいて充電するということもできます。で、年功序列の給料はそのままっていう風な形。で、これは、なぜそういう風にしたかって言ったら、やっぱり競争心を持っていただかないといけないっていうことと、 それから会社に20年30年貢献したっていうことも大事にしていこうということを両方やっていくためにはこれしかないだろうということでこういう経営をさせていただいてますいいか悪いかは分からないんですけれどとりあえず従業員が一体感を持って会社経営をするためにはこれでいこうということでやらさせていただいてますでここからの社内の取り組みということでこ今写真にあるのが弊社の事務所です で社員教育という面からですね、4年前から全社でペーパーレスを取り組んで、すべて電子化してます。で、電子化することで、俗人化せずにですね、人が変わっても資料がどこにあるかとか、データーがどこにいったのかっていうのが分か,る分からなくなることはないということで、上級者がね、初心者の仕事をせずに、仕事を細分化して、初心者の人が1、2、3をして、上級者の人は4、5、6をやっていく形で、初心者の人にもしっかり仕事をしていただこうと。 女性が多いんで、会社に入社した新入社員が10年の間に育休に絶対入るんですよそしたら10年で一番乗り切った頃に育休3年入るんですよ育休に入る半年間にきちっと仕事を伝授していただいたかって言ったらなかなかそれができてないんで考え方を変えたんですよ頭の中に入れた知恵は、 本人のものではあるんですけど育休に入ってる時は使えないんですよそれから本人が作ったファイルのデータベースは本人でしか使えないんですよで本人が、えー、波長が合う人だったら教えてくれるんですけど波長が合わなければ教えないそれから5年間6年間で辞めてしまったら今まで会社で教えていったものは何なんのかっていうふうに思ってしまってもう発想を変えたんですよ会社で 教えた能力は全部電子データ化して誰でも見れるようにしなさいと。2年かかったんですけど、会社の通路にある棚は2年後に全部捨てます。紙がもったいないからペーパーレスではなしに、情報を共有化するためにペーパーレスにします。だから今日子供の調子が悪くて休んでもその人の情報が次横の人で全部見える化する。で 私が一番困ったんで、言った本人がペーパーレスができないようでは話になりませんので、私も開かずのパソコンからタブレットを買っていただいて、すべて情報はタブレットに入れてください。で、情報は全部タブレットに共有化で返します。で、すべてを見える化しましょう。え、書庫もほとんど、書類もほとんど、紙のデータとしては会社にはありません。 で教育もですね、こういうふうに全社員がサーバーの中にどんどん新しい言葉とか説明するんじゃなくて、まあ、グーグルと同じように調べればその言葉が分かるっていうふうにして、教育も短縮していこうというふうな取り組みをしています、入って1年生、2年生が先輩から新入社員で教えていただいて、全く仕事が分からないときに1から10まで教えていただくことって、仕事が分かってないから、教えたという行為が分かりましたっていうだけで、実際それを使おうとするときに、 忘れてるわけじゃないんですけどあれって何だったんですかねっていうことを聞いて先輩があなた前回も教えましたよねっていうことを特にコロナ禍で人と会話をすることが苦手になったんでわからない言葉は社内 Google って1年生2年生の初級編4年生5年生の中級編で5年10年の上級編でそこに全部わからない言葉とか自分たちが 確認したいっていうことを一週間に一回集めてシステムに言ってそれを全部こういうふうに社内グーグルにするという形です。で、それはなぜかと言ったら私、でも観光総裁で困ったことだったらすべて身内に聞くよりグーグルに聞くんですよね。孫にどれだけ小遣いあげたらいいかって出てきますからそれの情報と同じことを会社でやってるという形。そしたら入って今年の新入社員入って3ヶ月か4ヶ月で 1>, 1段階から10段階までのハードルがあるとしたら、1段階の2段階のもうプロになれるという形です、でそういうふうな働き方改革をしていこうと、だから5年、10年の下積みがあるから、一人前になるんだという考え方は当社の中ではないです。えー、続いて、自主加工事業部の取り組みのところなんですけど。 建築構造物の複雑化によって熟年作業者がやっぱり不足してますんで海外に図面作成の仕事がどんどん流出してる現状です建築業界でもやっぱり IT 等を活用した人材不足の解消が必須課題となってます情報処理や AI を活用して素人でも図面が描けるシステムを開発していこうという具体的な、えー、取り組みですこれはあの物件共有でしてこれも全部ウェブ上で全国、えー、あの車の中からでも 見れるよううにななってもう法連は行なくてもくいいですよとでこういうふうに新しい物件を推進が入れて営業が受注をしてきたら営業がこれを受注情報を入れてで工場が進歩状況なんかを入れると全社員が全国どこでも確認ができるというような仕組みを全国からウェブで見れるようにしてありますこれは広島の中小機構さんと中国経済産業局さんにこれも10年前からいろいろ指導していただいて。 えー、見える化をしていこうという形の新しい知恵は中小機構さんに全て伝授していただいてそれを自分たちの企業の中に入れられるような形を自分のところのシステムエンジニアでやってきたっていう形ですだから、えー、全ての従業員がやってる仕事は誰でも見れるようにしてるっていうふうな形です 藍染メを書けば自動的に部材を拾って工場でパイプの長さを切る仕事なんですけど昔は長さを測って切ってたんですけど今はデータが自動的に w i f i で飛んできて自動的にカットするんで人間はううふうにパイプを持ってるだけっていうような形になってます。でこれも句体測定サービスなんですけど建築の句体のズレをですね 弊社のほまで、あ、測定をして直すんですけどそれをお客さんの方にフィードバックしてそれを一,一連続でやっていくというようなサービスになってますでこういう形で CAD データも修正をしていくんで次からは修正をせずともちゃんとした図面で収めることができるということで東京で、えー、2024年問題っていうことで建築現場もですね完全週休,休2日制等を限りなく残業ゼロにしていくっていうことが今起こってますそれで その分人が足りないよねっていうことを私どもはアウトソーシングでできることは私どもで全部お手伝いしますよというビジネスをやっていこうということでそれで給湯給水の仕事がつながってくればいいんじゃないで3次元で図面を描く人件費が東京で高いから海外に描かせるんだったらそれを地方で全部やらせていただきますよだから図面のお手伝いをするから仕事をくださいっていう形の トータル的なビジネスモデルをやっていこうということをだから守って待ってるんじゃなしに自分たちの仕事をキャパを広げていくのは自分たちが動かないと何も広がっていきませんよという形ですだから私どもは勇気を持って東京が市場なら東京に事務所も出してますし大阪が市場なら大阪に事務所も出します福岡が市場なら福岡にも事務所を出してるという形です 岩国から情報を取りに行くっていうのはなかなか難しいんで私どもみたいな小さな会社で東京の事務所だけで30数名のスタッフがいます、えー、先ほども言われてましたね AI を使った自動配管プログラムでこういうふうに自動的に図面を描いていくシステムも、えー、使ってやってますで続きまして機械加工の AtecMac 事業部なんですけど、まあ、これも週休2日の働き改革をやっていこうとで製造業でもできるリモートワークにチャレンジしていこうと それから精進化というのは先の地域の雇用がございますので誰もができる仕事を増やすと精進化はしないとそれからコスト低減で海外価格を攻略するという取り組みをやっていますこういうふうに職人の技術は全部数値化して私どもの会社では職人という言葉はもう使ってませんで高校を卒業して1年生2年生でも複雑な仕事ができるという形にしてあります ここからが新川電機さんとの取り組みなんですけど工場をこういうふうに全て見える化して家からでも監視ができるというような形にしてます順調に回っていれば緑色だったり青だったりして段取り替えは白アラームがあれば赤色になるというようなシステムを作っていただきましたでそこにも工場のいろんな情報もタブレットで見える化しますこういう温度トレンドとかですねアラームそれから実際のカメラで機械を監視している映像も家からでもどこからでも見れると。 1>, 1年分ぐらいのサーバーに保存したんで保存してありますんで過去も振り返れるというようなのを作っていただいてますこれが弊社で今自動化でやってるんですけど一緒にやらさせてもらっているところなんですけど今加工したものがロボットで持ってきまして自動でこういうふうに測定器に入ります昔はこれは人が測ってたんですけど今画像測定器で内径外径と内側外側を測ってまして OK であればそのまま箱詰めをしていくと。 いうようよな、えー、システムこ,のこういう機械ですねうちにこうずらっとこういうふうに並んでまして、えー、24時間365日、えー、回ってるといことになってますで。内部的にはこういうふうに画像測定器で、えー、測ってまして大体ミクロンぐらいで測れるような形になってます。でそういう温度トレンドも新幹、えー、電機さんに見えるようにしていただいて、えー、どういうふうに寸法が変化してるかっていうのも、えー、常にどっからでも見れるようになってます。 土曜日とか日曜日に機械が動いてるかどうかを30分かけて会社に来て1時間かけて80何台の機械を見て30分かけて帰るっていうことはもううちはやめてます朝起きてタブレットを見て遊びに行く前にタブレットを見て問題なければもう会社に来なくてもいいでタブレットを持って帰る人にはタブレット手当てって言って手当てをちゃんと出すっていう働き方改革をしていこうということで 材料を載せたりできた製品を供給するというのは当番で人は動くんですけどそれ以外のことは全部リモートでやるという形にしてますそれがこのタブレットでこういうふうに見えるようになってますそれからもう一個踏み込んで遠隔制御ということで監視ができても結局何かあったときには行かないといけない いう社員のクレームもありまして、新幹線機さんにお願いをして、だったら家からでもある程度の機械操作ができるようにしていこうということで、遠隔制御システムを作っていただきました。で、今現在取り組んでいるのは、こういった遠隔作業の支援をするということで、素人の人がいても、その場でやっていただきたいと、遠隔で作業支援をしていこうというのも、一緒に取り組んでやっていただいてます。 取り組みを成功させるために、私たちが重要なのは、やっぱり時代のスピードについていくために、身の丈なんであの、複雑なことはできないんで、ですね中小企業らしく身の丈を理解して、小さな一歩を早く踏み出そうと、それから私どもはですね、リーダーが先頭に立って、自らがやっていく、私もあのシステムを構築しろっていうのを、会長から言われまして、先頭に立ってやっていきました、で目的を明確にして、後ろ姿で住民を引っ張っていくと。 それから DX がやるのが目的じゃなくてですねまずでそれが DX ですねって言われたんですけど全社員が働けた改革でいかに効率よく働いていくかっていうのを目的として自分たちが考えてやっていった結果です。それから4つ目は新幹線機さんとしっかりタッグを組んでいくことと思ってます。 今後の課題であの中小企業としての課題なんですけどやっぱり人手不足の解決で弊社としては工場があるところに人が移動してくるんじゃなくて行きたい人がいるところに工場を作っていこうとそれから製造業の日本回帰の受け皿になっていくそのためには海外価格を攻略したビジネスモデルで仕事量を確保していこうとそれ今大事なのは電力問題とか通勤の問題とかもありますし SDGs にも取り組んでいこうという課題に対して 弊社としては、分散化工場計画ということで、過疎化地域の活性化も同時にです、ね、やっていこうと、山口県や中国地方の過疎化地域に小さな工場、分散化工場を作っていきまして、令和の分散化工場を作っていこうと、DX で本社と遠隔工場をつないでいこうと、で工場を建設するんじゃなくて、ですね廃校とかです、ね、使われなくなった施設を再利用していこうと、今、候補地になっているのは、あの廃校になっている高校を今、候補地にしています。 でモデルとしては先ほど言った新しい新幹線とともにやってきたテクマックの第5工場のようなモデルにしていこうと。で人材不足の観点から農業とか林業第一次産業それから観光業の第三次産業で働く人たちの地元の方を副業として働いてもらおうと。で第一次産業第三次産業の歯止めにも貢献していこうと。 だから農業とか林業で働いている方に1日1時間から2時間作業をしていただいて先ほどの人間がやる仕事っていうのは材料の設定製品を回収するっていうだけになりますんでそれをして安定した収入になっていただこうというような取り組みを今年度から始めております。で今までのご説明させていただいたような内容最近ですねいろんなところにありがたくてですけど評価していただいてこのような賞をいただくようになりました。 冒頭申し上げたように企業地元の雇用のためにあると孫が働いてもらえるような会社になっていこうということで事業一丸となってやっているような会社でございます以上で発表を終わらせていただきたいと思いますどうもご清聴ありがとうございましたありがとうございました